エジウソンことエジウソンメンデスギマランイスは、ブラジルパラナ州、ノバエスペランサ出身のサッカー選手。現在は、無所属。ポジションは DF。アバイ FC の下部組織出身。2009年に AA ポンチプレッタに所属すると、翌年にグレミオフブッパへ移籍。グレミオでのデビュー戦は、同年3月3日に行われた EC アベニダ戦で、一得点。 一アシストの結果を出して3から1の勝利を掴み取った。翌年7月12日には、アトレチコパラナエンセのレナトがョ監督の要望により、1年半のレンタル契約で同クラブに移籍。同監督が解任されたこともあり、年末にはグレミオに復帰した。その後、ボタフォ f R、SC コリンチャンスパウリスタを経て2016年に、再びグレミオに加入すると、 コパリベルタドーレス2017を制してフ、FIFA フクラブワールドカップ2017に出場した。2018年1月より、クルゼロ EC と3年契約を締結。2020年6月、COVID-19 の影響により、財政難に陥ったクラブから、契約解除を通達される。翌月にブラジルサッカー協会より正式に承認され、円満な形で退団した。 ありがとうございます。